こんなラジオでいいの。とやってるけど逆に男は骨折とか平気なんだよね。何とか平気？骨折、前話したっけ、手首ひび出たのが2回か3回あるって。行かなかった事件ですか？行かないで。多分それは女性は痛いはずね。ここら辺が男と女の差かもしれないね。だって握力が8になるんで、8、7になるんで。ユースちゃん3本目ですね。3本目、何話すか。なんか楽しい話しとるか。痛くなっちゃうから。はい、こんにちは。朝の時間です。2月26日月曜日の朝です。私、荒川進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールはアドレスは797@fmqno1.com。 また fmqno1 では YouTube と追加しての映像と音声のネット配信をしていますので、よろしくお願いします。ということでですね、ね、ああちょっと待ってよ、よ書きながら喋れない人だけよ。ってことでね、本当に久々にツイキャスっていうのをやって、今度収録するときツイキャス入りでやりたいな。開いてたらね、パソコン。そうだね、今度からいよツイキャス入りでやりたいっていう。多分ね、職員はと思うかもしれんけど、全然空いてたらもちろんもちろん。Zoom とかで使わなければ全然使えるので。だからね、Zoom か、そう、 Zoom の番組があるからそれで使ってなければ。そうだよね、埼玉の高さん Zoom だもんね。 Zoom って Zoom。 高坊さんが Zoom で、埼玉の高さんは、リスナー。リスナーか、あ、ごめんなさい、高坊さんか、ごめんなさいね。あ、そうか、だからやばい、大変だということでですね、何喋ろうかなと思ったんですけど、でも本当にこんなって喋ってからさ、ずっと 4,5 年ぐらいやってるか、もう俺すごいっすね。やばいね、これでどうにかなるっていうラジオ。FM 機能に感謝だね。多分自分がやってさ、飛ばされた、飛ばされたっていうか、なんか終わった番組がいくつかあったからさ、はっちゃけすぎて怒られてると思う。番組がなんかたまに見たことあったからさ、頑張ってグレーゾーンでやっていかなきゃ。確かに。やばい、まだ山内さんに怒られそう。ということで、何喋るんだったっけ、ダイエット。そうだね、真面目な話するか、たまにはね。保育園、この新しい、このしか、自分も転職するわけさ。え、そうなんですか。新しい職場に行くんだけど、でその職場が20年ぐらい前に面接受けていたところで、でこの園長先生もちょっとした顔見知りなんだよね。なんか見たことあるんで、で意気投合なのか分からんけど、同世代でもあるし、一人しかいない、で若い人じゃなくて同世代ぐらいさね、で一応保育もそれなりにやっているから一緒にやりたいと、ということでそこに決めさせてもらって感謝ではあるんですけど、でこの男性保育士のあり方という立ち位置というのをちょっとお真面目に喋りたいと思います。男性保育士って、まあ悪い部分からいくと、離職する理由って何か分かる？多分女性と一緒。女性と人間関係？人間関係なんだけど、女性と多分一緒だよ。
女性が離職する理由って。結婚？そう、結婚。結婚っていうことは養わないといけない。はい。ということで退職。で、もう一つが一緒だっけ。人間関係の中でも一番きつい関わり方。うん。なんだろうね。要はこの職員内の一味というか、なんだろう、この言葉の行き違いみたいのが原因なんだよ。はいはいはい、で、これがね、何がダメなのかっていうのと言うと、はい、なんだろうな、とこの人を仕事を多分やってて思うんだけど、分かると思うんだけど、はい、この仕事、この人のこの存在を否定しないで、はい、この仕事を否定する人、はい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 、いるさ。で、うん、この人から言われたら、あ、ごめんなさいって素直に言える、うん、でもこの人の存在も否定するような言い方の仕事の否定の仕方する人いるさ。うんうん、それが辞める原因だわけさ。そう、ってなるんだけど、はい、で男性保育士、多分これが多分一番ので、二番目が多分収入になるんだけど、うん、でそれでもまだあるの、まだちょっと別なのが、なんだろう、はい、言葉とか行動でのこの人の存在をちょっとコケにするような感じの関わりもあるけど、うん、もう一つが仕事の内容、仕事をするこの内容がさ、はいはい、評価ってあるさ、どこに行っても評価、うん、その評価の仕方の差なんだよね。うん、で女性しかいない。で女性が10やれば評価される、はい、でもう一つがこの収入面になるんです、なるんだけど、女性が10やってるから、10やったらダメなんて、15、20ぐらいやってやっと認められる。うーん、そうで、10は誰でもできる。でもこの保育士学校の本当にすぐ1年で辞めるっていう場所の、はい、ああやっぱりかって思うのは、はい、女性が10やってる、でやってるの男性が10やるって結構厳しいんだよね。だって子育てって女性の方が上さ、うん、こう本能的なものがあるから、あるから難しい。でも頑張って10やった、うん、評価は何だと思う？うーん、やっとねって、うん、普通なの、やっとなんだねって、うん、で1やった、たったこれぐらい、うん、2やった、ああ少しマシだねって、3やった、おお、なんか一緒ぐらいできるねって、4やった、へえすごいね、私のことも手伝ってくれるのねって、自分の仕事してるのに、5やった、ああこの人すごいね、20やった、ああすごいなーって、この人すごいよってやっと上に上がれるわけ、うん、でなるんだけど、でもこの20、女性が10、うん、男性が20のこの20の中に20やっても辞める人がいる、うん、なぜ辞めるかというと、この20の中には言葉悪いけど尻拭いの仕事も入ってくるわけ、うん、女性職員ができない、女性職員がやらない、うん、やりたがらないものも男性職員が率先してやる、うん、でこれをやる、これをやってやっと20やってる、うん、上に上がってって言われる、へー、やると多分人で辞める人の言う言葉は、はあ、もう疲れたって辞めるわけ、うん、だって人の仕事までやって、
人がやらないような仕事もカバーし、はい、この人がやったように見せるように仕事して、うん、やっと上に上がれるわけ。うーん、言ってる意味わかる、はい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 、自分の仕事じゃないんだよ、うん、もう普通の会社員からしたら、はい、先輩の仕事も見ながら自分の仕事もして、うん、自分の仕事を100以上やりながら先輩の成果を100以上出せるようにやって、お前やるなって言われるような、うんうんうん、先輩と一緒に仕事しないと上に上がれない状態だわけ。やってられないさ、うん、大変それは、うん、でも本当に露骨で言ったらひどいところはそういう状態なんだよ。で男性職員は大体もそれで疲れたって、うん、もう少しいいところ行こうかなと、うん、でやめていくわけさ、うんうんうん、っていうのがあるから、ご男性職員のこの立ち位置を、ね、立ち位置って決めるのってさ、自分で作ればっていうけど、はい、女性たちはもう自分の立ち位置がもうあるわけさ、はいはいはい、あるから言えるって。男性の立ち位置ってないのよ、うん、南極の氷みたいなもんで、すごいですね。こう上から太陽っていって圧力があるのかだって、もう南極の太陽割れていくさ、はいはいはい、その中でこの流れ流れのところ、あここは高いところ、あこれぶつかって大丈夫、これ溶けるからダメかなっていうような、例えばそういう漂流の氷の中でこっちは大丈夫かなって見極めながら仕事してる状態で、本人たちは大陸の方にいるわけさ。はいはいはい、なんでよって、なんであんな氷のところに行く、だからじゃないの、うちたちにいるところに来ればいいさっていう見ているような状態ではあるわけさ、うん、だそれをこう先輩同僚上司がこっちおいでって、ここだよ、ここ、ここの氷大丈夫だ、ここにおいでって、ここは危ないからここにおいでっていう、なんか誘導する、はいはいはい、するべき人がいるかいないかによって、うん、男性保育士って伸びるか伸びないかってので変わるんだよね。うん、本当に多分こんなって言ったら多分怒られると思うけどさ、本当に砕いて言ったらそういう世界なんだよ。うん、でそれでも上に上がれるっていう人はそれ以上に頭抱えてできる人よ。うん、なるほど。もう人の愚痴なんて聞かない。はい。うん、お前たち関係ねえよって。自分で行くわって言って交流を押し返せる人。うん。もう流れるんだったらもうこの氷向かってに持っていくさって言って、でこの小さい氷をどんどん大きくして大陸にドカーンってぶつけて、この女性の立場のところまで氷をドコンドコンって置くくらい、うん、置いた後にじゃあ俺行くね、生きるぐらいの人は生きていける。でそれができない人がとっても苦労するわけ、うん、でそういう分かりやすく言ったら、分かりやすいかよ分からんけど、そういうものなんだけど、はいはいはい、そのものをやるのに一番何が大切かって言ったらバックアップなんだよな、後ろの、あ周りの、うん、うん、これがあのベテランの先生でもないんだよ、同僚でもない、うん、主任副主任主任副主任園長先生、はい、主任、そうだね、そういう存在が後ろにいないと、うん、男性って上に上がれないんだよね、はい、うん、そうで話を聞いてみると、この保育士としてバリバリやってる人たちのこの上には、うん、園長副園長、うん、主任、そのぐらいのレベルがそばに常についてるの、うん、でその人たちが何をしても理解してくれるの、うん、だからどんな失敗しようが何しようがこの人たちが頑張ってるね、大丈夫だねって中に入ってくれるから、こうそばでぐじ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 言う人に、はい、うん、じゃあこの人よりちゃんと仕事やったらっていう出る杭をまたちゃんと埋めてくれるわけさ、うん、でそれがないところだと、はい、出る杭がどんどん出てくるから、うん、男性って入る入り口がないんだよね。うーん、だからそれが多分今でも保育士として、男性保育士の立場としてあれだし、うん、何よりも辞める理由の第一位だと思う。うーん、難しい。難しい。でとりあえず CM。
で、いつもこう言ってるけど誰かに怒られてないかなと思ったら怖い。大丈夫かな。大丈夫だよね。だから見えてきたよ。ん？今26だよね。はい。先が3月4日か。いけ。という、社会なの。で、男性職員のこの生きている社会ってさ、はい、分かりやすく言ったら、うん、芸能界とか株の世界、はい、芸能界で言えばこの出たばかりのアイドル、うん、株で言えば自分たちが株なのよ。どういうこと？だってあかり埼玉の子さ株はね、買う人がいてどうにかな、はい、買う人がいてその人が、あ、この株いいよどうって言ったら他の人が買う、うん、そうすると評価が上がる、うん、っていう買う人がいる。株といえばズブラパン、いいね、ズブラパン食べたくなってきたで、あとね、アイドル、アイドルとなるとプロデューサー、マネージャーの存在なんで、でこの人はいいよねいう人がちょい役でも出してくれないっていう存在で、で、あ、じゃあちょっと出してみようかって言って、なんかちょっとあれなんだけどな、いや本当にいいんだよ、月使ってみてくれよって言って出る。だんだん慣れてくる。で、なんか失敗して笑われた時に、あ、あの高いって人のこういう面だったんだね、いいね、じゃあ今度使おうかみたいな、うん、っていう感じで、男性保育士の後ろの園長先生、失敗したら、あ、そうだな、ちょっと失敗してしまったけど本人は一生懸命なんだよ、ちょっと使ってみてくれよと。で、この男性保育士がちょっと、いい成果を出した、お前すっげえな、やっぱり見込んだ会話あったわで、あるさ、はい、そうすると周りが、え、あの人は園長先生のとか主任とかに認められてるけど何でだろう、ちょっとちゃんと見てみようかっていう雰囲気になるわけ、はい、男性保育士はそういう環境が必要なんで、そういう環境で、そう、でもそれがあってこそ副主任とか、うん、主任とかに慣れていくわけ、うん、で自分の知り合いでも主任に多分もうそろそろなるんだろうなっていう同年生の先生がいるわけ、はい、やっぱこの先生も園長先生から、うん、一緒にやろうよで共に手をつないでやってきた先生だわけ、で子供できて、ああ大変だな、職員にしてあげようかと職員になったりとか、うん、っていうので上に進んで、多分もうそろそろ主任になるんじゃないかなっていうぐらいまでいけるわけ、だからコミュニケーション能力、仕事ができようが、うん、結局は後ろでも支えてくれる人がいないと男性保育士って厳しい世界なんだよね、でそれが嫌なら縁を立てろなんて、うん、だからもうそれが嫌だったらもう保育園を建てる先生がいるんだよ、うん、だから学童とかやってる人とか人たちとかいるでしょ、はい、男性、はいはいはい、学童とかって考えてみたらさ、男性の代表って多いと思う、あ、確かに、
多分それだと思うんだよね、はいはいはい、自分で頑張れば成果が出る、うん、自分で頑張って自分の仕事も生活も投げ打って自分は安い洋服でいい、でこの子たちのために夜遅くまで書類を書き、あの庭の草刈りとかおもちゃを作ったり部屋を掃除したりしてやったら子供たちが笑顔でくる。だからそれが楽しいんだよ。はい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 。あの変な家賃を飛ばす人がいないのよ。はい、言葉は素直なの、うん。ちゃんとやればちゃんと向き合ってくれる。うん、だからだもん、あの学童とかこのこじんまりとしたところとか多分興味あったなんかちょっと覗いてみたら。はい、男性の代表多分多いと思う。うん、多いと思う。だからそうなのかなって思って。でもこの男性保育士としてやっていく人は宝も少ないのかなと、はいはいはい。あるとしたら今はデイサービスとかあるさ、児童で、うんうんうん。ありますね。障害とか持ってる子の、はい、まあとても素直なんだよね。はい、で周りに家賃飛ばす人いないのよ、うん、心からやれば親が感謝してくれる、親が感謝してくれると周りの家賃飛ばす人ってさ飛ばせなくなるんだよね、うん、最高のバックアップなのよ、その人ためにやるのよ。だからこの児童でやってる男性とか安くてもとってもやりがいがあるっていう、だからとっても理解できるわけ、うん、そうだよね。だって頑張れば認めてくれるんだもん、うん、周りの家賃を吹き飛ばしてくれるんだもん、だこの人ためにやろうと、うん、でこう保育園で自分も転職するんだけどね、まあいろんな絵も歩いてきたんだけどさ、はい、やっぱりこういうこう自分の方をちゃんと認めてくれるか認めてくれないかっていうのは本人は認めてるよ、なんでやめんのって言うけど、はい、認めてないよねって、うーん、一緒にやって応援したって、助けた、助けてないよねって思うわけ、うん、口で言うけどあんた本当にやったかいと、でそばで見てずーっとじろーって見ていなかった、私はあなたの行動がわからないからそばでやること聞いあの言ったら私動くからっていう人がいる、うん、ともう一つよ、うん、一緒に、あ先生のやりたいこと一緒にやってみたい、一緒にやろうって、うん、先生これ何なのって、先生なんでこれすんのって、いや男なんでねこう思い切り動かしたいんですよ、へえ面白いねって、うん、じゃあ自分何やった方がいいとか、とりあえず遊んでくださいって、遊んでくださいって何ねって言ったから、男なんてねただ怪我さえしなければ思いっきり遊んでくれたら僕いいんですよ、じゃあ思いっきり遊んでいいか、女私何でもやるよって、いいですよでも怪我だけお願いですからみたいな話をする先生と、うん、私あなたがやることわからないんだけど一緒にやりたいわ、なんかやってほしいこと言って、はいはいはい、じゃあこれよ、じゃあこれどうしたらいいの、ああわかったわ、じゃあ次どうすればいいっていう先生、うん、どっちとやりたい、おー、そうそれなの、うんうんうん、参加してるわよって言ってるけど後から喋ったりと参加してると思う、うん、してないさ、してなさそうです。で女性から見たら考えてみたらこの人、うん、この男性の何か行動をさなんか調べてんのかなっていう、なんか思ったりしない、うん、確かになんか裏かなんかありそうだな、うん、でも前に喋った人はさこの人に怒られてもさなんか怒られていいよねって思う、うん、一緒にやろうよって言った後にさ、うん、先生あんたやりすぎよいくらなんでもって言ってから、ごめんなさい先生でも自分がいいかなと思ってから、はぁってもうって言うけど、でも先生もやってたさ、やってたけどさうちも怒られるでしょって、ああそれはすいませんってほんわかしない、うん、っていう感じのよ、うん、それが必要なの、うん、あごめんなさい
じゃあ先生の邪客にちょっと教えて、どうしたらいい？って言ったら、一応ね、このここだからせめてここら辺で止めねって、うん、じゃあここで止めて、じゃあこれどうですか、だから一緒だろうって、うん、なんか前と一緒でした。だからよ、ごめん、なんかよ、子供怪我させるってば、じゃあこうこうこうやって、じゃあここで止めて、じゃあこうやろうねってから、あ、これならいいよ、じゃあ一緒にじゃあやろうって、あんたと一緒にやったら怒られるからさで、いいよ、うちも怒られるから、じゃあやるか一回みたいな、このぐらいの気概があるとできると思うよ。女性もそうだと思うけど、うん、うん、多分男性保育士って大雑把に言うとこのくらいの人がいないと多分できない、うん、でも一部しかいない、うん、でも大体はこの校舎に喋った人、協力してるよって協力してないよ、うんうんうん、本当に真摯に向き合ったかと、はい、真摯に悩み相談したかって、うん、形だけじゃないのと、でこの人が去ってようやく分かるわけ、ああ男が男性福祉、私たちでどうしよう、あの人でもこうやって思い切りやってたら私たちできない、ああなんか私たち止めてたよね、あれってふと気づくわけ、ああで次来た時はどうしよう、ちゃんとやろうかなっていうふうに後悔するわけ、うんうん、でも一緒にやりたいな、この先生とやっぱりやりたいって多分この校舎の人が声かけました、この男性保育士って一緒にやりたいっていうのは多分5割な、でも最初に話してた先生が一緒にやろうって言ったら、僕でいいんですか、一緒のことやるかもしれませんよって言ったら、あんたの首根っこつかまえてもう一度も押さえてあげるよって言った、ぜひとも押さえてください、僕暴走しますって言ったら、暴走すんなって言いながら楽しくできると思うわけさ、うん、ただこれなんでね、男性保育士のこの本当とっても大雑把に言ったけど、うん、このぐらいの環境ない、うん、自分はその環境を探してるわけ、うんうんうん、今もうあと2年で50になるからさ、うん、もういいのかなって、そういう環境を探してもと、うん、ちょっと自分のわがままを出してもいいかなと思って、うんうんうん、だから今から男性保育士になる人は先輩でもいい何でもいい、こういう環境を探すのが一番だと、まずそれが無理だと思うなら自分で学童でも立ち上げる、多分その方がいい、そのぐらいで、それでも俺上に上がってやるって言うんだったら、言ったみたいに南極の氷をさ、思い切り南極のこの大陸にいるこのブースか形だけの人たちにさ、思い切りぶつけて、この人たちの立ち位置をなくすぐらいやって、そのうちのドカドカ歩きながら、ここ一緒にやりませんかっていうぐらいの度胸があれば多分やっていける。ちょっとお時間もそろそろ。そうですね。と、はい、いうことで、愚痴になったか分からんけど。はい、それでは、お仕事。今度喋ってから仕事行けっていうの変だけど、頑張ってください。いってらっしゃい。いいよし、ラスト。やりました。で、いや、止めろ。ありがとうございます。もう分かります。4回目やるとね、うん、終了でしょ、ペン、はい、ちょっと強く押さないとダメですよ。